今回ですね、こういったメッセージ、コンサル生がいただいたので、ちょっと動画で答えていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。お疲れ様です。新しいコンテンツありがとうございます。これは僕がですね、僕が今聞いてるチャンネルを100個ぐらいまとめて、スプレッドシートでまとめて、参考になりますよってことで、渡させてもらったやつですね。で、助かりますと、ありがとうございます。これからいろいろ聞いて、そうですね、そう。だから毎日ですね、2時間聞くだけでも、本当に1年後とか考え方、マインド思考っていうのが180度変わってるので、毎日何かしら聞く。例えば移動中でもいいですし、例えばお風呂の中でもいいですし、運転中でもいいですし、電車の中でもいいので、誰かの知らない人のその知識であったりとか経験、あと言ってることにこう、触れることによって自分の思考が変わってくるので、まあ、ぜひそのコンテンツですね、参考に使ってみてください。で、あと私は目標があるんですが、とフリーランスになることですと。まあ、そうですね、僕もフリーランスっていうよりは、まあ、パソコン1台あれば生きていけるような感じで、まあ、それも不安ではないですけど、やっぱり世の中何があるかわからないので、例えばインターネットがつながらもなくなるとか、電気がなくなるとか、規制がすごいとか、インターネットの例えば、なった時に、それってやっぱりコロナと一緒で何が起こるかわからない世界なので、まあ、それはでも会社もそうじゃないですか。会社もそうだと思いますし、そもそもリスクっていうのは自分自身なんですよ。例えば僕が、例えばもし今日ですね、事故っちゃうかもしれないし、僕が今日怪我する可能性もゼロじゃないじゃないですか。そう、だから全てにおいて、やっぱり生きるってことはリスクだと思うので、それだったら毎日勉強して、毎日インプットして、右肩上がりに、要は知識経験つけていった方が絶対得ですよっていうのは思いますね。で、いや、僕はもう全然すごくないですね。僕は本当に何点ですかって聞かれたら、多分5点って答えますね、いつも言ってるんですけど。結構日本人ってあれなんですよ。例えば路上とかでインタビューすると、あなたって何点ぐらいだと思いますかみたいな、例えばあなたのなんか、なんですかね、点で表すと、みんななんかあれらしいんですよ。平均より上を答えるらしいんですよ。60点とか70点とか。そう、僕はもう本当に5点ぐらいで、それだから残りの95点まだ伸びしろがあると思って、だから毎日勉強したりとか、そういった誰かを批判したりとか、なんかこの人の言ってること違うなとか全く思わないで、とにかく自分のために勉強して、残りの95点頑張らないとっていう形で、やっぱりこの毎日そうやって過ごしてるわけなんですよ。そう、だからそこがすごいいいかなって、いや、思いますね。そういう考えだと伸びしろしかないと思うので、また1年後違う自分になれてるのかなと思いますね。で、プライベートなのことなのですが、教えていただける範囲は限られると思いますが、月収100万円達成した奇跡を教え、奇跡流れですね。まず逆算してもいいかもしれないですね。ゴールを100万円だとした時に、日々いくら稼げばいいのかなとか。日々3万円、3万3000円とかじゃないですか。で、3万3000円日々稼げるために何をするかとか。例えば、給与所得で、まあ、僕もその最初、普通に仕事してたので、例えば給与所得で30万円とか、じゃあ残り70万円をどうしようって思った時に、その時に物販、ブログ、アフィリエイトで、まあ行きましたね。今行ったんですけど、ここも結構100万とか別に目指さなくていい、僕いいと思ってて、なんでかっていうと、別に100万稼いだとしても、その手法が来年、再来年、3年後、4年後使えるのかっていうと、それってかなり不確定なんですよ。まあ、例えば YouTube、ブログ、物販でもそうなんですけども、それ考えた時に、僕だと、1万円とか稼げる方法っていうのをとにかく多く見つけたんですよね。だから僕、どっちかというと、この分野だけで100万円稼ごうなんて一切思わなくて、いろんな分野で合計で100万円とか稼げればいいやと思ってるので、どういうことかというと、1万円でも稼げるスキル手に入れたら、あと時間投下すれば、それって10万円でも50万円でも、
膨らませることって可能だと思うんですよ。作業量で、要はマンパワーでいけると思うんですよ。でもマンパワーでいったときに、1年後とか、例えば数年後、その手法とかがどんどんされていったら、その稼げるところが稼げなくなっちゃうじゃないですか。だから僕の場合は1万円稼げたら、もう他の、1万円から10万円とか稼げたら、次どんどん行ってたんですよ。だから最初は eBay 輸出で多分3、40万円ぐらい利益が出るようになった時に、もうこれやれば、あと時間投下すれば普通に稼げるからもういいやと思って、他の手法を覚えた方がこれリスクヘッジになるなと思ったんですよ、その時から。で、次には普通にブログアフィリエイターって、もちろん物販しながらですね、で、11ヶ月ぐらい前で発生報酬で80万ぐらいいって、で、それも、この手法って多分、Google で規制入るから多分ダメになるなと思って、そこですっぱりやめて、で、次に YouTube 行って、YouTube、ノート、ココナラとか。で、その後、ココナラも、そのアカウント最初のやつバンされたんですけど、それでも一番上のプラチナランクまで行ったりとか、ノートでも数万円ですね、毎月入ってきたりとかしてたりとか、あとは普通にコンテンツ販売ですね、自分のコンテンツ作ったりとか、あとコンサルとかも募集は自分からこう、例えば広告打ったりとかプロモーションかけたりしたことなくて、全て連絡してきた方だけをこう伝えるようにしてて、そういうのをやって、やる前のから100万円稼いでましたけど、そういうのもやることによって、そこが200万、300万、400万っていう形になったりとかするので、意外に100万稼げると、200万、300万とか次行くのって結構簡単なんですよ。あと、いろんなことをやると、いろんな組み合わせができるんですよ。例えば物販だけしかやってないと、物販だけじゃないですか。物販以外にも、例えばインスタやったりとか、今だとピンタレストやったりとか、例えばブログやったりとか、例えばペライチやってみるとか、あとはノートやってみるとか、ココナラやるとか、あとアフィリやるとか、ラジオやるとか、そんな感じでいろんなところに自分の媒体を持っていくと、こことここを組み合わせることができたりするじゃないですか。例えば物販とそのピンタレストとか、物販とインスタとか、例えばコンテンツ販売とノートとかの、コンテンツ販売作るためにはワードプラスで例えば記事を書けるようになるとか、そうするとアフィリエイトの技術を使ってコンテンツ販売、ノートとかここならね出品できますよね。で、コンテンツ販売やったりとか動画作れるようになったら、今度その動画、その機械っていうか、そのシステムですね、要はブログのシステムとか動画のシステム、ラジオのシステムを使って、例えばコンサルしたりできたりとか、そのシステムを使ってここなら、ノートとかで販売したりとか、自分のコンテンツ販売作ったりとか、例えばブログの中に自分の YouTube 入れたりとか、ラジオ入れたりとか、自分のブログと Twitter とかインスタをその中に埋め込むとか、こういうことができるようになるので、どっちかというと100万っていうのは後からついてくるもので、例えば100万稼げるようになるのって僕も夢のような話だったんですけど、別に今すぐ100万稼がなくていいと思うんですよ。例えば3年後100万稼げるように自分になったら、4年後、5年後、6年後、全部で100万円稼げる自分になってるわけじゃないですか、経験知識的に。だからそれ考えた時に、スライドするんですよ、その経験と知識っていうのは、やってきたことは。だからなくならないんですよね、廃れないんですよ。要は知識に税金かからないっていうんですけど、自分の知識って増やせば増やすほど得になるんですよ。そうだから僕は長い目で見ましたね。100万円稼げるのも、別に100万円3年後稼げて、3年目以降から100万円入ってくる人生手に入れれば、今は別にカツカツでもいいやみたいな、そんなノリでしたね。だから100万円はいろんなところから最初は合算して合計いったかなって感じですかね。アフィリ給与所得物販とかぐらいから行って、で、その後にノート、ココナラ、コンテンツ販売、コンサルとか、
あと電子書籍か。電子書籍も毎日お金入ってくるので安いですけどね。うん、それでも入ってきたら、そう、だからこれがすごい大事で、何かしらがお金入ってくれば、そこに例えば1年間時間を投下するだけで、やっぱり何十倍とか狙えるんですよ。だから僕が例えば、電子書籍を今日から1年間毎日8時間フルコミットしますって言ったら、多分僕電子書籍だけで、いや多分じゃないですね、すいません、100%99% 電子書籍だけでファイヤーできる自信あるんですよ。だから印税ですね、印税の金額が生活費を全て上回る、これは間違いなくいく自信あるんですよ。なんでかっていうと、僕初月に3万円ぐらい報酬出たんですよ、電子書籍で。初めてやった初月に、初月か1ヶ月後ですね。その後もうこれマネタイズできたし、やり方覚えたから別にもういいやと思って、他のことやったんです。これなんで他のことやるかっていうと、ブログ書いても結局電子書籍の表紙の勉強になるじゃないですか。 YouTube やっても、例えば YouTube だったらアイキャッチとか、ブログもヘッダー画像を作る、これは電子書籍の表紙作りでも力つくじゃないですか。これがさっき言ったように結局スキルとスキルの掛け合わせで、何かのスキルをやると、何かのスキルを他のメディアで使うことができるんですよ。そうだから僕はにあの数万円稼げたら他のことを行きたいんですよ。なんでかっていうと、そっちの方が効率いいと思って、まあ、悪いかもしれないんですけど、僕はなんか好きなんですよね、いろんなことやるのが。そうだから、ただ今ネットだけでファイヤーしたいとか、例えばネットビジネスだけで成功したい方ってたくさんいると思うんですけど、僕が例えば1年間電子書籍だけフルコミットですね、1日6時間電子書籍のことだけやれって言われたら99%いく自信ありますね。あ、行かない理由、例えばアカウントバンされるとか、なんかの不都合で Amazon のミスでバンされるとか、例えば電子書籍がもう急激に冷え込むとか、そういうのがなかったら多分大丈夫ですけどね。だからこういう長い目を見据えるんですよ。1年後とか2年後とか。それからスライドできる人生になればいいなって思うんですよ。だってそれからスライドできてお金が貯まる人生になったら、別にもうお金がなくなるっていうわけじゃなくなるじゃないですか。それがすごい大事で、別に裏技なんてなくって、コツコツやっていくしかないっていう感じですかね。まあ、そんな流れですね。まあ、例えば eBay を副業始めて、何年後にいくら稼いだから会社を辞めたとか。僕、ぶっちゃけ、アルバイトみたいな立ち位置だったんですよ、その会社っていうのも。だから辞めるのに全く抵抗なくて、なんか辞めたくなったらすぐ辞めてましたね。その最後の方はアルバイトみたいな感じだったんですよ。アルバイトでも、なんか営業会社でやればインセンティブがつくような会社だったんで、アルバイトで最高月収70万ぐらいでしたね、その時で。労働時間が160時間とかでしたね。なんか100人ぐらいの会社で1位2位とか3位とかの成績だったんで、まあ普通に稼げましたね、その時も。何年後に、そうですね、まあ僕のアドバイスから言うと、 eBay 副業を始めて何年後に辞めるっていう考えだと危なくて、例えば eBay しか、例えばマネタイズスキルがないってなると危ないんですよ。例えば会社やりながら eBay 物販やったりとか、その中で自分のブランディングを高めないと、やっぱり普遍的じゃないんですよ。例えば YouTube ちゃんと立ち上げるとか、ワードプレスできるようになる、ライティングできるようになるとか、自分のコンテンツを作れるようになるとか、こういったスキルを高めないと、ちょっと今の時代会社辞めるのも大変だなと思うので、別に会社辞めるのも2年後、3年後、4年後とかでいいと思うんですよ。そう、その間にスキルちゃんと磨いて、で、例えば毎月、例えば10万円でも入ってくるようになれば、残り10万円ぐらい稼げれば、20万円あれば生活ってできるじゃないですか、基本的に。だから、残りの10万円を会社辞めて、2、3ヶ月超こもって、
頑張ってマネタイズしていくみたいな。で、eBay をブログアフィリエイト。あ、そうですね。ブログとアフィリエイトをやった方がいいですね。あと、まるまる円稼ぐっていうのは、ブログとアフィリエイトって要は商売なので確定できないんですよ。10万円稼げるまで何ヶ月かかるとか何年かかるとか、これって確定できないじゃないですか。例えば1年後に100万円稼げる人もいれば、1年後、1万円も稼げない人なんて多分めちゃくちゃいるんですよ。だからここにフォーカスするんじゃなくて、まずは5000円でもアフィリエイト報酬を発生する。で、それを発生したら、あとはそこに時間を投下するとか、なんか01をしっかりとやって、そこから掛け算していくっていう考えの方がやっぱいいかなって感じですかね。ブログアフィリエイトも不確定ですよ、本当に。だからこれ、僕ね、さっき言ったのが、ブログアフィリエイトとか物販って結局他人のフィールドで勝負してるんですよ。だから自分のフィールドに持っていかなきゃいけないんですよ。自分のフィールドっていうのは自分自身の配信してる、例えばラジオとか YouTube とか、自分自身が配信してるブログとか、自分自身のメディアですよね。自分自身のテレビ局、放送局っていうのを作らないと、自分自身にファンをつけないと、例えばやっぱり稼げなかったんじゃなくて、やっぱり不確定なんですよ。自分のファンがいるからか、人生って安定すると思ってるんですよ。だからヒカキンがよく言うんですけど、ヒカキンさんの動画同じ、全く同じクオリティで、ヒカキンさんが出すとチャンネル登録1000万人いるから、自分のファンがいるからあんなに稼げるわけじゃないですか。片や僕がヒカキンさんと同じ動画出しても多分100再生とかなんですよ。これは人生の安定度が全く違いますよね。だから人生の安定度を手に入る行動っていうのを毎日しなきゃダメなんですよ。自分自身の声を伝えるとか、自分自身の考えを記事で伝えるとか、自分自身のメディアを持つとか、そういったことをしないと一番の安定っていうのは得られないんですよ。だから、そういうのをやるのってやっぱり1年、2年、3年、どうしても時間かかるので、ファン作りっていうのは。だったら3年後仕事を辞めることを見据えて、物販、アフィリエイト、あとは自分のメディア配信、そういったものをやって、で3年後に脱サラしようとか、そういったことがいいと思いますね。で、また僕は常にビジネスマインド、ですかってことなんですけど、まあ無駄にテレビ、例えばバラエティ、ドラマ、アニメなどプライベートとして生き抜き見たりしないですか？僕ね、テレビはあんま見ないんですけど、YouTube 結構見ますね。バラエティ系の。YouTube。多分、8割ビジネスとか、なんか勉強系で、2割は、なんか普通のエンタメ系。でも、エンタメの中にも学べることってたくさんあるんですよ。だから、視点変えたらいいと思いますよ。例えば、バラエティ、ドラマ、アニメ見てても、その人の言ってることが響いたら、あ、こういった言うことっていいんだとか、ニュアンスがいいんだとか、あ、こうやって人が動くんだとか、視点を変えてみると全てが勉強になるんですよ。息抜きっていうか、毎日、あ、これ考え方がちょっと違って、僕毎日息抜きなんですよ、これ。今僕仕事って趣味でやってるんですよ。楽しいんですよ。動画撮ったりとか、ブログ書いたり、サイト作ったりとか。そう。いやいややってないんですよ。息抜きとかないんですよ。パソコンの目の前にいることが楽しいんですよ。パソコンを持ってカフェ行ったりして、日々成長した自分のコンテンツができることが楽しいんですよ。ぶっちゃけ言うと、パソコンを持ってカフェ行くことが息抜きなんですよ。そこで作業すること。それが息抜き。逆に僕辛いことは、何も生産性がないところで、例えば男4人とかで集まって、例えばなんか無駄に飲み会して、でそこで1万円使うとか、もうこっちの方が息抜きじゃないんですよ。逆に苦痛なんですよ多分。でも逆に一人でパソコン持って仕事したりとか、仕事じゃないんですよ。こっちが息抜きなんですよ実は。そう、楽しいんですよね。
勉強することとか、ここに行くと日々勉強する自分、日々コンテンツを作る自分とか、日々インプットしてアウトプットする自分になるので、1年後全く自分に変わってるんですよ。それが息抜きですかね。で、休日に作業してますが、そうですよね。でも副業でやってると大変ですよね。そう、僕も本業でやってたら多分こんなことはならなかったと思うので、でも僕ももちろん副業でやっていた時期もあるわけじゃないですか。だからそれは人生変えたいっていうか、ライフスタイルを変えた感じですかね。ふとテレビを見て30分過ごしてしまって、何品出品できたなとか罪悪、これはね、ありますよ、僕も。例えば車でなんかどっか遊び行って半日使っちゃった時に、ああタスクやることあったのになみたいな、半日あればこれ全部終わって自由なことできたのになとか、もうしょっちゅうありますよ、それは。それはいいんじゃないですかね。絶対に完璧な人間っていうのはいないので、いいと思いますね、別に。ただその作業に投資をするともっと効率よくなる可能性っていうのがあって、例えば机をいい机買ってみたりとか、部屋の中を例えばパソコンのデスクだけにしてみるとか、物を捨てるとか、インターネットの速度を速くするとか、パソコンを最新のものに変えるとか、あと椅子もですね、例えば5万円ぐらいの椅子買ってみるとか、そういった形でもしかしたら外的要因で自分のやる気がなくなってる可能性もあるんですよ、何かしらが原因で。そこに一回目を向けてもらって、今すぐに何か自分ができることはあるんじゃないかなって。例えばパソコンの横に本がバーって置いてあるとか、なんか服が散らかってたとか、インターネットがすごい遅いとか、パソコンの中身がパンパンになってるとか、もしかしたらできることってあるかもしれないので、一回そういったものに目を向けてやった方がいいですね。そうするとまた違う新しい発見とかできると思いますので、じゃあそんな感じでちょっと参考になるか分かんないですけど、参考にしてください。じゃあ失礼します。